邦楽合奏団創立25周年記念演奏会にようこそお越しくださいました。毎日暑いですね。今日も朝から本当に暑いです。そんな大変暑い中をご来場いただきまして誠にありがとうございます。私はご案内役の伊沢英子と申します。ちょうど神奈川の支部ができる少し前、第1回演奏会ができる頃、ちょうどその頃にですね、合奏団の皆さんと知り合いまして、そのご縁で神奈川の第1回演奏会から、また各支部の演奏会の司会をさせていただいています。25周年を迎えての記念の演奏会の開催、私も本当に嬉しく思っています。本日も皆様と一緒に演奏を楽しみながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回のオープニングは尺八のみの演奏でフレームコックスをお送りいたしました。尺八22名が並んだ舞台は壮観でした。この曲はマーティン・リーガンさんの作品です。合奏団の皆さんにお話を伺ったところ、そのマーティンさんから、この曲は日本の尺八の曲、本曲とは全く違うイメージでとアドバイスを受け、それをしっかり頭に入れて練習してきたそうです。本来は各パート一人ずつで演奏する曲です。それでも難しいのに大勢で演奏するとなると、さらに難しくなり、とにかく合わせるのが大変だったそうです。リズムも強弱のつけ方も難しく、一人での練習ではできているのに合わせて演奏すると本当に難しく、リハーサルを何度も重ねて、なんとかみんなで頑張ってきましたとおっしゃっていました。本日はその作曲のマーティンさんにお越しいただいています。どんなお気持ちで聞かれていたんでしょうか。少しお話を伺いたいと思いますので、ステージまでお越しいただけますでしょうか。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございます。ね、本当に難
難しいけど、でも努力のしがいがあったとおっしゃってましたけれども、実際に客席でこの本番お聞きになって、どんなお気持ちでしたか？実はですね、今年特別に1年間だけ日本に暮らしているんですけれども、来月8月10日、8月20日に帰国してしまいます。で、いろんな意味で皆さんのおかげで大変有意義のある1年でしたが、今日みたいにやっぱり12年前に書いた曲、こんなに気持ちよくサインしていただくのが本当に何よりも嬉しいことですね。当時書いた時に、これはちょっと決まってる編成だから、もう初演で終わりじゃないかというふうに思ってたんですけれども、今日みたいに生き物にしていただいて本当に嬉しく思っております。そう言っていただけて、合奏団の皆さんほっとしていることかと思います。マーティンさんが考える日本の楽器の魅力、いいところ、どんなところですか？大学の特別講義でこのようなチームについて大体1時間半ぐらい長く話しますけれども、今日時間がかかるのでちょっと簡単に説明させてください。日本の楽器に対して魅力を感じているのは、まず自然との関連、それから、時間による、本格的な時間による流れですね。例えば本曲の場合はまるで雲にいるような感じで、無拍子の世界に入っているような気がして、すごく気持ちいいんですよね。で、西洋とポップス音楽と違って、雅楽、8世紀に入ってきた日本の伝統的なジャンルですけれども、雅楽における時間の流れというのはとても伸縮で、瞬間から瞬間まで緩むから、本当に気持ちいいんじゃないかと思うんですけれども、あと、そうですね、間の取り方とか沈黙の使い方、すごく無力を感じてるんですね。で、尺八本曲の場合はやっぱり余韻と持続音の綺麗な音が伸ばすと、なんか息がすごい綺麗ですよね。はい、演奏者による息ですね、息による時間の流れですね。そういったところすごく魅力的感じていますね。その日本の楽器を使って作曲をする楽しさとか難しさはどんなところですか？これも話が長くなりますけども、そうですね、楽しさは、実は今年になって人生の半分以上日本の和楽器のためにいろんな作品を作曲しておりますが、90曲を超えて作曲していますね。で、正規は20年前にその正規はまだその和楽器の扱い全然分からなかったんですけれども、少しずつ和楽器の可能性など身についてきて、実はね、尺八も演奏するんですけども、お琴とかいろんな和楽器自宅にもあるわけですよ。で、作曲するときに頭の中だけじゃなくて、実際に楽器を弾きながら、まず気持ちいいかどうか、演奏者の側面を何よりもそれを先に優先したいと思うんですよね。で、やっぱり気持ちよく演奏できないと、もう先に言ったように初演で終わりっていう傾向がよくあるので、なるべく演奏者にとって楽しい体験をしていただければと思うんですね。でも本当それがなんか演奏すごくね、ものにとっては嬉しいことですもんね。この後の作品とかまたいっぱい聞きたいと思いますし、これからも楽しみにしています。今日はありがとうございました。マーティン・ジンさんに話しました。クレールボックスを作曲されましたマーティン・リーガンさんにお話を伺いました。次の曲は北国節譜という曲です。現代邦楽に大きな変化をもたらし、大きな影響を与えてきた長澤克俊の作品です。移り変わる季節、自然に対していつも優しく温かい目を向け、そんな中から心にしみるメロディーがたくさん生まれました。
この曲は東北地方に伝わる雪のお祭りに光を当て、雪と雪に関わる人々の哀愁を描いた作品です。暑い暑い毎日ですが、ひととき美しい雪景色をお楽しみください。北波節句をお送りいたします。
Thank you.
ひととき忘れて涼しい気分になっていただけたでしょうか。北国節句をお送りいたしました。改めまして、本日この創立25周年記念演奏会にこのようにたくさんの皆様に足を運んでいただきましたこと、合奏団一同本当に嬉しく思っています。5年ごとに開催している周年記念演奏会、千葉、東京、神奈川、埼玉合同での演奏会で、この25周年もこのように会場も大きく、素晴らしいゲストの方もたくさんお迎えしてお送りしています。ご存知のようにコロナ禍ではこのような演奏会、舞台公演もなかなか開催することができず、集まって練習することも難しい状況でした。ようやく昨年から少しずつ演奏会も再開できるようになり、お客様の前で演奏できること、お客様から拍手をいただけることは本当に素晴らしいことと改めて感じました。邦楽の世界に新しい風を吹き込んできたドルチェ邦楽合奏団、集まることもできなかった長い期間を経て、久しぶりにこんなに大勢で演奏できることを合奏団の皆さんも本当に喜んでいらっしゃいます。25周年の記念の演奏会をこうして無事に開催することができて本当に良かったなと私も思っています。ただ合同の演奏会は嬉しいことですが、人数が多いため練習会場には苦労しました。これまでのように各支部での練習とは違い、全員での練習会場を使うため通うのに遠い人もたくさんいました。でも今日の演奏会の成功を願って遠方から頑張って通ったそうです。合奏団の皆さん、お話を聞くとこの25年はあっという間だったという方が多かったです。変化してきたことは、石井由紀子先生の作る曲がだんだん難しくなってきたように感じているそうです。難しいと伝えると、でも演奏できるでしょうという返事が返ってくるそうです。結局難しくなっているんですとおっしゃっていました。これはきっと合奏団の皆さんの演奏のレベルがどんどん上がっているんだと思います。東京で20年続けてきた方はやはりあっという間だったそうです。おことは長く続けていて、合奏団に入ってそこで初めて五線譜の楽譜に触れ、初めは5年くらいできればと思っていたそうですが、新しく楽しい曲が次から次へと出てきて、次はどんな曲かな、次はどんな曲かなと楽しんで弾いているうちに20年経っていたそうです。すっかり年を忘れていますとのことで、皆さんも合奏団に入ったら年を忘れますよ、おすすめですよとおっしゃっていました。年を忘れるというだけではなく、合奏団での練習は楽しく、時には緊張感もあり、充実した時間を過ごすことができると思います。今日この会場に来て、お琴や尺八、三弦にご興味を持たれた方はどうぞお気軽にお問い合わせください。合奏団としては仲間が増えることは大歓迎です。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、次の曲は二胡協奏曲、カレンの歌です。今回ゲストに二胡奏者の第一人者、ワン・ミンユーさんを台湾からお迎えすることができました。思いがけない展開に大変嬉しい気持ちで、石井由紀子先生が急遽この曲を作りました。台湾は
日本人にとっても大変人気のある観光地です。行ったことがあるという方もこの会場に何人か、いや、もしかしたら大勢いらっしゃるかもしれませんね。すでに何度も出かけているよという方もいらっしゃるかもしれません。石井先生も10年ほど前に坂田先生と共に台湾を訪れ、カレンにも出かけ、向こうで演奏もされました。その時に少し観光する時間もあり、カレンの街を歩いたり、地元の踊りを見たりしたそうです。カレンの印象は素朴な街でも世界的にも有名なスケールの大きな峡谷があり、そこを探検し、大自然の迫力、素晴らしさを感じ、神秘的なイメージも受けたそうです。そんな印象を盛り込んでこの曲を作りました。行ったことがない方もそんな風景を思い浮かべていただけるんではないかなと思います。それでは二胡協奏曲カレンの歌をお楽しみください。
美しく繊細で、そして雄大な風景も感じる二胡の音色を聞いて、きっと台湾花蓮の風景を思い浮かべていただけたかなと思います。二胡協奏曲の花蓮の歌をお送りいたしました。それではここで NPO 法人ドルチェ音楽合奏団理事長の坂田聖南先生からご挨拶がございます。お願いいたします。どうぞお入りください。本日はお忙しい中、今年もたくさんご来場いただきまして、あなたにありがとうございます。ではこの25周年を迎えて、本当にたくさんの方にお越しいただいて、今のお気持ちとか、またのご挨拶をお願いいたします。はい、あっという間に25年という感じなんですけれど、我々は邦楽って楽しいのはもちろんという合言葉をもとに、というのもですね、邦楽がこのままでは廃れてしまうんじゃないかなというのは強い気持ちを持ってたもんですから、やっぱりこう邦楽も楽しくなくちゃいけないなということで、楽しいことをすると、こんなにもたくさんお客さん来ていただけるんじゃないかなということを当初は目論みまして、3年目頃にですね、最初は400、500人のホールでやってたんですが、なんかこう、思い切ったことをやるとお客さんが来てくれるかもしれないということで、1000人規模のホールでやりました。3年目にほぼいっぱいになったんですね。これで意を強くして、いろんなことをやってみようと、その邦楽の活性化というのはやっぱり新しい魅力もどん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 加えていかなければならない。で、伝統的なものもですね、伝統的なものというのはその演奏の技術で活かしていかなきゃいけないとか、それから現代的な感覚を持ったものを取り入れることによって若い人たちも参入していくんじゃないかなという強い気持ちを持ってやり始めて、間5年目ごとにですね、周年記念演奏会というのを開催してました。で、最初5年目の時はまだ千葉邦楽合奏団だけだったので、千葉邦楽合奏団だけでやったんですが、その5年目をきっかけにですね、支部を作ろうということになって、まず東京が5年目にできたんですね。それで、練習を重ねていて、10周年目の時は、東京と千葉の2チームで、で15周年はその後神奈川ができたもんですから、千葉、東京、神奈川で、15周年です。で、その時にまた埼玉が結成されて、20周年目は、4チームが一緒になってやったんですね。で、最初墨田トリオコに、その次が東京文化、それから墨田トリオコに、で今回もう一つだったかな。で、ことごとくですね、本当に、10周年目だったかな、スミドリトリホニーがですね、錦糸町から歩いて結構かかるんですけど、ほぼ駅までの人が並ぶような状態になったんです。で、これすごいことになったなということで、で文化会館の時は夏だったんですが、ロビーにもう500人ぐらい入って、であと500人ぐらいが待ってるお客さんがですね、炎天下30分もかかってないかもしれませんが、長時間待っていただくような状態になって、会館もですね、これは困るねみたいな話があったんですが、そんなような状態になったんです。で、今日これからお届けするその最後の八田与一、これは和楽器と声楽のコーラスとソプラノメゾとテノールとかっていう、そういう組み合わせ、その他には今回はたまたまですね、台湾から今の演奏された方、本当に台湾のトップの方なんですね。で、それというのも、今回その八田与一をやるということで、中国と台湾、二胡の奏者の方がいらっしゃると思うんですが、今回は台湾がテーマなので、台湾の方を探そうということで探してたんですけど、なかなか台湾の方が見つからなくて、で、たまたまそのフェイスブックで、その家内作曲の石井由紀子なんですが、それと今回、来ていただいた王さんの、王さんの知り合いというか、ピンさんという通訳の方がいらっしゃるんですが、
それとうちの家内がフォーシブックでつながってて、その彼女に相談をしたんですね。でその彼女は日本でお琴を勉強されてた方なので、多分日本のそういった方はご存知じゃないかなと思って、問いかけてたんですが、そしたらですね、たまたまお父さんとのつながりがどういうのか、仕事の関係であるのか分かんないんですが、こういう方は行って引いてあげますよっていう言葉を聞いてですね、で、YouTube かなんか見るとすごい演奏されている方で、いやすごいなこれはっていうようなことで、もう喜んで、ぜひお願いします。でそうするとただ反対を一だけを弾いていただくのはもったいないなということで、今の曲が急遽できたという感じで弾いていただきました。本当に素晴らしい演奏だったと思うんですね。もうこういう方と一緒に演奏できてとても嬉しいな。でも長年やってるとこういうこともあるんだなというようなことをつくづく実感したんですが、もうそれというのもやっぱ反対を一を選んだということがこういう気持ちになっていただいたのか。11年前ですかね、東日本大震災の時に、第1番目に現役を送ってくれたのが台湾国で、台湾でしかもその相当な金額の現役を送っていただいているわけですね。それどうしてなのかなと思って調べたら、八田余一という台湾で一番その尊敬されている方がいたということを聞いて、その時に八田余一の名前を聞いてたんですが、たまたま3年前にそれを手掛けているという方がおられて、それとその方とちょっと偶然、お会いすることができて今日の演奏会になったわけですが、まあ、そういったことがこう重なって、こういう素敵な演奏家とのつながりもできたということで、本当に八田余一のおかげかなと、まあ、そういったことが長年やってといろいろあるかということを実感しながらですね、今後もますますですね、まあ尺八の世界高齢化が進んでて、大変なんですけど、まあ、なるべく尺八、おこと日本の文化っていうのは、まあ、素晴らしいんだっていうことをね、楽しいんだっていうことを肝に銘じながら、今後もこの演奏活動グループ活動していきますので、今後も応援していただけたらよろしくお願いし申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。それでは台湾からお越しいただきましたワンさんに少しお話を伺いたいと思います。どうぞお入りください。よろしくお願いします。拍手をお願いください。跟邦乐合奏团合作，这对我来讲是一个全新的经验。那合作之后呢，我发现原来二胡跟邦乐团能够音色上面有这么棒的结合。私にとっては新しい経験であり、リハーサルのうち二胡と邦楽団の音色が素晴らしく組み合わさることができることに気づきました。这是我很喜欢的一个组合，乐器上面组合。那这次排练也相当的顺利愉快，对我来讲，这是一个很棒的合作经验。リハーサルの過程も非常に楽しく、このような楽器の組み合わせが好きです。素晴らしい共演の経験となりました。さあ、そして今。演奏いただきました日本協奏曲カレンの歌、新しく
石井先生が作った曲ですが、この曲に関してはどうですか？花莲之诗，我知道它原本是为琵琶所创作的。那这次很高兴能够用二胡来诠释这个作品。この曲は本来は琵琶のために作曲されたものですが、二胡で演奏する機会を得られたことをとても嬉しく思います。那在从弹拨乐器移植转换到胡琴上面的这个过程呢？它也丰富了二胡的演奏上面的语法。楽器の転換を兼ねて、実は二胡の表現力もより豊かになりました。我非常喜欢这首作品，希望未来有机会能够在台湾演出，介绍给台湾的爱乐朋友们。素晴らしい二胡の曲で、私も大変気に入っています。将来的には台湾でこの曲を演奏する機会があるといいなと思います。楽しみです。さあ、そしていよいよの最後の、はじめまして、八田与一です。今もちろんご出演いただきますが、その八田与一物語に向けてのちょっとお気持ちをお願いします。八田与一物语，这是一部非常动人的作品。那我自己在练习的过程里面就相当的感动。後半の八田与一物語は非常に感動的な作品です。那八田先生呢，对台湾的贡献是众所周知，所以这次我也感到相当的荣幸，能够参与这个作品的首演。八田さんは、台湾への貢献はひどく知られており、私はこの作品の上演に参加できたことを光栄に思っています。相信待会下半场在座的来宾朋友们听到这个音乐之后，应该会跟我一样的感动。那我们一起期待。今日の会場にいらっしゃる音楽愛好家の皆さんも感動すると思いますので、後半の演奏を一緒に楽しみましょう。谢谢。楽しみにしています。Thank you.
その頃、台湾は日本の植民地でした。確か1895年、日清戦争とかの下関条約。そう、戦争に負けた清国、つまり中国が台湾を日本に譲り渡した。台湾側は激しく抵抗したが、日本政府は軍隊を送り武力で鎮圧した。それじゃあ、八田さんも台湾の人たちと戦ったのか？いや、その頃の台湾にはマラリアにペストにコレラ、それにほらアメーバ赤痢、恐ろしい伝染病でバタバタ人が死んでいた。私の仕事はまず感染対策のための水、上下水道の整備に病院の建設。うわぁ、大変ですね。熱帯の太陽の暑いこと、朝のうち滝のように流れた汗が夕方は一滴も出ない。手とか舐めるとしょっぱいのか？どうぞ。じゃあもう汗出ませんけどね。雪国育ちの私には熱帯の島台湾は驚くことばかり。
Oh, no.
かし台湾に戻ってみると、台湾に戻ってみると、ウサン島南方河南改修工事が怒涛の勢いで動き出した。はい、15万ヘクタールの荒れ地に水を引き、緑の田畑に変える大工事です。15万ヘクタールですか。香川県とほぼ同じ広さですよ。急げ、半年で測量しません。設計図を書き上げ、工事計画と予算案を至急日本政府に提出せよ。日本政府ですか。米騒動です。米騒動。このままでは政府が倒れる。大至急台湾で広い土地を探し、ダムと灌漑で田畑に変え、大量の米と食料を日本に送れ。そんな無茶な。なりましたよ。10年かかったが、ここに東洋一のダムをね。一面の湖、緑の島、ダムじゃなくて公園みたいだ。ダムですよ。セミハイドロリックフィル工法のね。なんでセミ？セミハイドロリックフィル工法。これ覚えちゃいましょう。ぜひ会場の皆さんもこの言葉を今日覚えていただいて、ちょっと言ってみましょうか。セミハイドロリックフィル工法どうぞ。セミハイドロリックフィル工法。あ、そうですそうです。じゃあ次もう少し大きい声で言ってみましょう。セミハイドロリックフィル工法。はい、どうぞ。セミハイドロリックフィル工法。あ、いいですね。じゃあ次最後にちょっとメロディーなんかつけてあげて。セミハイドロリックフィル工法。はい。はい、ありがとうございます。そう、地震の多い台湾にこれが最善の建築工法です。コンクリートは台座のみ、材料は大量の岩と土と砂、それを水の力で分類し積み上げる。岩と土と砂を水の力で。
大型機械と100両の貨車で運んだ土砂968万立方メートル。仕上げは水、水圧の力で仕上げだ。おトンネルを掘削中、突如大量の石油ガスが噴出し、ランタンの火に引火して大爆発を引き起こした。少し前からガスの匂いがしていたが報告しなかったという。防げたはずの事故を防げなかった。
ぎる犠牲に工事計画の見直しや変更論が噴出した。大地震が頻繁に起き、地盤が軟弱な台湾には無謀な計画では。議論を重ね、基本計画を洗い直し、ようやく翌年、大幅に遅れながら工事の再開にこぎつけたが、1923年9月1日、台北から2000キロ離れた東京を大惨事が襲った。100年前の関東大震災ですね。最初の地震はマグニチュード 7.9、 3分後に 7.2、 さらに2分後 7.3、立て続けに3つの地震が襲い、揺れと同時に東京市内132箇所で火災が発生。強風にあおられ、東京の6割強の家屋が全焼。死者は実に10万人を超えた。総督は復興援助金を東京に送るため、ダム建設補助金を大幅削減。工事縮小と半数に及ぶ人員解雇に追い込まれた。
限られた水を分かち合う工夫、二つの水源の水をダムに集めても灌漑できるのは三分の一ならば、全体を三組に分け、一年ごとに米、サトウキビ、野菜を輪作、一年目は稲作組に水を送り、翌年は次の稲作組に給水する。だから三年給水法、三年で全ての田畑が平等に水の恩恵を受けられる、そう考えて進んできたが、しかし事故、すべて私のせいだ。私はもうこれ以上。うちの人は水が来ること嬉しくて働いた。子供らのため、みんなのため。今も願ってるはず。完成。
年間にわたる大工事の犠牲者、工事関係者、家族を含め実に134名、うち日本人は41名、台湾人は92名に上った。黙祷。その間に日本は戦争に負け、台湾を放棄。
日本人は追い立てられるように台湾を去り、代わってやってきた勢力は日本時代のものをことごとく破壊したそうですが、私は知る由もない。ところがある時、突然眩しい光が。Thank you.
皆様ありがとうございました。それではここで台湾からお越しいただきましたワン・ミーユーさん、歌手の平安勝子さん、平中真希さん、関口直人さんにドルチェ邦楽合奏団からお花を贈らせていただきます。お願いいたします。本日の素晴らしい歌演奏の感謝の気持ちを込めましてお花を贈らせていただきます。Thank you.